18日には帰っちゃうんでしょ。もう帰る。17日には収録があるんで、ジャングルポケットさん帰っちゃう、うん、でもそれで1000万ばっか買いそうな最高な。ダイソンなのこれ、アラブル系。ケチはダメだよね、どうも。え、お店のお客さん止めてくれる感じ、一緒についていけ。彼氏なら店行かなくてもいいよね。うん、彼氏だから一緒にいたいの、仕事中も一緒についてけ。ママどこについてくの。あ、来てくれたこの人、うん、これ一緒についてけ、うん、ドラえもんさん好きなの。なんか来てくれたさ、まあ、好きなの。浮気、男の人か女の人か分かんない。好きなの、浮気か、うん、うん、彼氏だからってポイント。寝ようとしてたのに、誠治が寝かせてくれない。すいません。吸い取られるぞ。手口、上等手段。10万使うと一泊ね。10万。10万で一泊だったらするでしょ。毎日お金する店通うしかない。いや。あ、発言がもう金目的？ダイソン商法ってのこれ。あ、毎日オープンだときつくね。普通は彼氏に金使ってほしくないだろうっていう意見が。彼氏でも来てくれるよいつも。え、毎日行くの？1週間に半分ぐらい。指名かぶしてイライラ作戦。うん、イライラさせないよ。指名かぶせてないじゃん。指名をかぶせるってどういうこと、ちょっとわかんないんだけど。あの、他のお客さんも指名かぶってて、私他の席行ってなくない。あ、いないいないいない、うん、絶対のぶくんの席しかいないの。そういう状況は作れるから。ん、彼氏で1週間に半分は草。愛はない。金目じゃなかったらね、そんな自信があるの。金目じゃないよ。毎日行くなら私も今度行くね。これリスナーさん呼べばいいんじゃないの、レイカの店に。来ないよ絶対。来るよ。あの、来たい人います、レイカちゃんの店。来たい人手挙げて。じゃあ手挙げてください。そしたら僕行かなくていい、呼ぶから。ほらほら、めっちゃいる。ほらめっちゃいる。あー、これ満卓だ。満卓やばい。ほら、だから行かなくていいでしょ。こんなめっちゃ家って人もいるよ。いや、来てくれる人いるから。うん、あー、匿名さん、クマちゃん投げてくれる。のっていうのがそうなの。あ、いる。あ、これほら、めちゃくちゃお金持ちの人来るって。来るかな、東京なんだよな。場所は来るときにしか言わない。うん、いや、マジで来てくれるって。で、俺行かなくてよくない。足長おじさんいっぱいいるから。俺から取んなくていいかない。もうすまん、誠治、金目当てだとか言って。だから、リサさん助けてください。だから僕行かないように、あの、この子の店に行ってくんないですかね。それはできない。行ったら止めてくれんの。止めちゃダメでしょ。いや、止まないでしょ。うん、誠治、家目で霊感も金目でウィンウィンじゃねえか。どうやっぱ家目だったんだ。家目じゃないですよ。家目はやだ。違います。で、レイカママ奪いに行きます。だって彼氏自分の店に呼ばないよね。呼ぶよ。彼氏が助けてておかしいだろ。ケツの手前に抜かれたいです。行くので政治につけで。だって、え、これ色恋なの。これ色恋じゃない。違うよね、うん、これどこで見分ければいいの。これ普通は呼ばない、うん、今日チャンネさんに会えても飛んだから。あ、それでしたらあかんなって。見分け方なんてないの。アホか、店に自分の男なんか呼んだら仕事にならんわって。なるよ。なんないって。色恋じゃないか。金目秘宝パパ活でした。パパ活なんこれ。素直にレイカマンを信じればいいやん。騙されるのよ。ヘルプと喋ってたりする。いや、しないな。ヘルプつかないもんね。ついてたよ、ちょこちょこ。あ、ついてた。うん。
全然イライラしない。私の仲いい人一発やればわかる。客から始まる声だって。誠治会社呼ばない、酔っ払ってるからね。うん、誠治は兄ちゃんとして紹介された。いや違うよ、これ本当の恋だよね。うん、愛はあるよね。誠治パパ店出したいだって。うん、あ、そのワンちゃんのわかる、可愛いでしょ。コロちゃん、これ レイカママ、これ本気で俺のこと好きなの？コロちゃん、水戸から離れろだって。2000万使わせ、何2000万使わされたよ、その手口。ごめん、どんつけ、ここちゃんです。何も喋ってくんないです。マリーゴールドだと、あ、心配なら水揚げしちゃいよ。特命サルド、水揚げってなんだろう。あの、水商売やめさせるの、私があの水を出させるのを水揚げ。ああ、やめちゃいよ。それはだって養うから。配信やって食っていけばいいじゃん。配信やめろよって言うんだよ。うん、配信で食っていけばいいじゃん。金の切れ目が縁の切れ目って言うから。いや、多分のぶくんは誰でもいいの。いや、よくないって。誰でもいいんだよ、お金。よくないんだ、誰でもいいの。のぶくんは誰でもいいの。ママなんて、のぶくん、のぶくんだよ。のぶくんじゃないの、せいじくん。のぶくんパンパン目線顔だって。え、顔のぶくん大切にしてね。変におっぱいないもん。金なし家なし。いや、お金とか家は関係ない、別に。何も気にしない。危ないから徐々にこっち寄ってる。ちゃんとこっち寄せて。言ってるだって。のぶくんの顔でしょ。ママ今酔ってる。酔っ払ってる。なんかグワングワンしてるもん。今までで一番評判悪いって。え、評判悪いって誰？俺？いや、私がでしょ。なんか金目じゃないよね、これ。うん、金目じゃない？うん、じゃあ店行かなくてもいい？うん、お水飲んでだって。じゃあ 店行かなくてもいい？今だし。ねえ、また行かなきゃダメなのこれ。え、これ店重たい？重たくない。これ店また行かなきゃダメなのこれ。え、これ店行かなきゃダメ。惚れた方が負けだって。酔っ払ってるからそのままになってる。ぺったんこ、おっぱぶですか。あ、匿名さんです。歯並び良いだって。良かったじゃん、歯並びって。犬どうしてそう怒ってんの。コロちゃんおいで。ママ、あ、私の歯並びがいいとか。歯入れ替えてんの。ラッポに入れ替えてる。何する？犬受けないよ。コロちゃんおいで。顔芸だって。顔芸なの？客目、家目。言われてるよ。やってんだよね、俺たち。
付き合ってるんですか。金取れママ金取れだって。おーちゃんの範囲審査は落ちました。これ付き合ってるよね。付き合ってる。犬が嫉妬する。セラミックジルコンセラミック、ここ六本抜き、ここが。お付き合ってないの。ババアだよ。答えてよ。お付き合ってるよね。付き合ってんの。付き合ってるよね。言ったじゃんさっき、付き合うって。うん。いいよ。いいよ。いいよって言ったんだけど。いいよって言ったよ。でも誰でもいいんでしょ。誰でもかい。あ、ママの仕事、夢の与えの仕事です。クマちゃんです。早く東京から。あ、ロケット花火あります、ドンつき。あ、今日お前いるな、ママ。いいね、する。もっと汗が好き。他見たら好きじゃない。好きそうじゃない。ケンナオコだって似てる。いや、似てない。ケンナオコ似てる。いや、似てない。似てる。じゃあ、ケンナオコで。ごめんなさい、よっこの。こっちもおいで。おまさんじの。股間、何？じゃあ、白いボタン。白いボタン？白い。50歳だよ。それネタでしょ、もう完全に。50歳いや誰でもよくないよ。50歳だよ。スタイルめちゃくちゃいいよ。42歳でもいい。50歳。剣の子だって。ない。初めて言われた剣の子、うん、大林素子好きだよ。剣の子だって、うん、目がしじみ。付き合ったね。付き合ってるね、これ。うん、付き合ってない。付き合ってんの。付き合ってるでしょ。え、これ付き合ってないの。これ付き合ってるよね。これちゃんと。ブスだからショックだって。誰が。ブスじゃないよ。これ付き合ってんの。怒ってるよ、みんな。一人ずつブロックしてくれよ。これ捨てやな。え、なんでブロックしなくていいよ。いや、ブロックしてくれ。